杖だ。ファイヤーダベリーン、ブーンつって、お、回復した、お、回復した、お、なに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 、しかもまだ続いてた。これが術式フォールというやつですね。うわ、え、しかも範囲攻撃、マジックカノン、わお、ディアスティモ、おお、あれ、これけど、はい、さっきファイヤーで、今はファイヤーじゃないですね。まあ、なんか魔法スキルって名前変わるとこあるからさ。はいはい、つまりそういうことだよ。まあ、あれだね、単純に前回見せらんなかったんで、ちょっと来なかったから、これもムーンスラッシュっつって、なんかね、前回バグってたんだよね。あ、言ってましたね。そうで、シャットアウトも両手剣で使えるようになりましたっていうことで。あら、あとはね、このグラディートが前回動かなかったんで、まあ多分前回ちょっと動き違うんですけどね。あれ、ん、シャッター、バニッシュブレイ、このケーブルに触れないようにやるの結構大変なんで。バニッシュバスターランス、ディメンションティー、おー、何、え、範囲、まあ、え、範囲、まあエフェクト仮なんですけどね。危ない、画面がちらつく、え、なんだ、なんすかね、ドラゴニックチャージ、あ、飛んでって、飛んでって、バスターランス、え、瞬速のさばきでも昔から変わんないじゃん。通常攻撃もこんな速くなるんですか。速くなるよ、速くなるよ、痛いよ、殴るなよ、痛いよ、殴るなよ、ドラゴニックチャージ、何連発いってんの、まあ、一応これも仮なんですが、まあ、こんな感じでね、ドラゴニックチャージ、ドラゴニックチャージ、ディメンジョンティル、ディメンジョンで、トルネードランスっていうのは、これパッシブっすね、はい、あ、パッシブが、そうそう、ハルバードスキル当てると、なんかどんどんスタック溜まってって強くなるよみたいなと、あとは槍の、神の槍さばきってことで、さばき手の次ですか、さばき手の次です、じゃあ攻撃 NP が足りません、バスターブレード、手数多すぎません、バスターブレード、手数が、うわ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 、なになに、ツインバスターブレードです。いや、それだけじゃ納得いい。なんすか、あ、これはツインバスターブレード、バスターブレードがあって、バスターブレードがあって、ツインバスターブレードがあるわけよ。いや、それだけで、だから何か文句があるんですか、これがツインバスターブレードなんですねってならないでしょ、僕が二言目に。まあ、そうですね、かっこいい。 MP がないわ。エアスライサー、エアスライサー、手数多いな。シャイニングクロス、あ、これサラさんがめっちゃやるやつや。ルーナリザッサーっつって、最後キラーンってなってる、最後キラーンってなる、なんかダメージがちゃんと通ってないな、また、キラーンってなった後、それがまた返ってくるってことですか。キラーンってなるじゃない、その後降ってきてますよね、来た、オラ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 、おー、すげえ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 、しかも範囲だ、あべ、あー、失敗した、これ使っちゃいけないやつやっちゃった、いや、アクセイバーしちゃおう。
本当はねこれ二重でかからないはずなんですけどね、かかっちゃったんでね、バグなんですよねそうなんですよね、セイバーオーラから別のスキルに派生するようになるんですよね、なんですよね、はいはいはい、っていうね、まあっていうね、デュアルソードでございますよってことでね、やつ、まあ、エアスライサーは、まあ、火力スキルではないですね、はい、これはね、はいはい、まあ連打、これはね、これはね、魔法慣れが出せるというスキルですね。あ、え？でこれルーナディザスターね、はい、そう X 切りからの十字切りをあ、もうすげえ、こう光から闇みたいなねこの感じ好きで、ツインバスターブレードがあって、これがアークセイバーですね、はい、すごいな、はい、であとは、ちょっと残念でしたが今日持ってこれなかったんですが、あ、なんかある、天竜の次なんかある、ありますね、何、霞雪月か、無影山、ガリオ転生の次もある、え、バッタ先の先抜き打ち線の線なはい、ふと普通、はい、っていうのが、まあ、一応、まあ、次のね放送の時これ辺見せられたらいいな